はい、こんにちは。腕時計の動画です。オメガスピードマスターの動画です。今日はね、スピードマスターを着用する上での豆知識を2つ簡単にお伝えしようと思います。知ってる方も多いと思うので、お役に立つかどうかは分かりません。その前に、今日私が着用しているスピードマスターはこちらです。見えますでしょうか？インカメで撮影してるんで分かりにくいかもしれませんが、東京2020リミテッドエディションです。このモデルは鮮やかなブルーだから夏に着用することが多いですね。ブルーダイヤルとブルーベゼルのスピードマスターが珍しくて購入しました。でね、まず一つ目の豆知識なんだけど、スピードマスターって、1957年に誕生してからスピマスプロ、スピードマスタープロフェッショナルに関しては現代までずっと手巻き式のムーブメントです。で、日付表示もないと。俺の場合、自動巻きより手巻きの方が好きなんだけど、自動巻きの腕時計の方が多く持ってます。なんでかというと、世の中の多くの腕時計が自動巻きだからです。ロレックスなんかは、すべてのモデルが自動巻きなのかな？まあ、ロレックスは全回転式ローターを開発したブランドだからね。で、今日俺が着用している東京2020オリンピックリミテッドエディションも手巻きなんだけど、ここの真ん中のリューズを自分の手で巻いて全枚を巻き上げるという形です。で、腕時計初心者の方は知らないと思うんだけど、リューズを回して巻き上げるときに、必ずね、これね、最後まで巻き上げなければいけません。こう巻いて巻いていくと、最後止まるんだけれども、止まるまで巻き上げるってことですね。で、これなんでかっていうと、毎回毎回止まるまで最後まで巻き上げないと、ゼンマイに癖がつくというか、わずかな歪みが出るというか、最後まで巻いてください。スピードマスターの場合、こう巻いていくと、もうすぐ巻き上がるっていう時に、感覚が変わるんですよね。指のこう感覚が変わってくるっていうか、それでもうすぐ巻き上がるなっていうのがわかります。なので、もうすぐ巻き上がるっていう時にちょっとゆっくりめに回すようにしてください。ずっと勢いよく回し続けると、巻き上がって止まる時にバキッといっちゃう可能性があります。まあ、バキッといってゼンマイが切れるっていうのは相当ないと思うけど、俺の場合はちょっとでもゼンマイにダメージを受けると嫌なので、もうすぐ巻き上がりそうだなっていう時はゆっくりめに回すようにしてます。これが一つ目の豆知識でしょ。続きまして、二つ目の豆知識なんだけど、現行のスピードマスターに限らず、今ってほとんどのオメガの腕時計はマスタークロノメーターで対時性能が15000ガウスだと思います。15000ガウスっていうのは驚異的な数値です。現代社会においてあらゆるところから磁力が発生していて、その磁力を浴びて腕時計が狂ってしまうなんてことがあると思うんだけど、マスタークロノメーター認定のスピードマスターであれば、まあほぼほぼ心配ご無用かと思います。車のカーナビなんかからも磁力が発生しているし、誰もが持ってるスマートフォンからも磁力が
発生してるけど、マスタークロノメーター認定のスピードマスターであれば、ほぼほぼ耐えることができると。ただ、豆知識としてね、これ知らない方が意外と多いんじゃないかと思うけど、どんなに耐磁性能が優れた腕時計であっても、磁気帯はします。ただ、磁気が帯びても狂いにくいということです。例えばなんだけど、左腕に腕時計をしていて、俺の場合、腕時計が好きだから特に気を使ってるのかもしれないけど、人と電話で話すときに、あんまり左腕でスマホを持たないです。腕時計とスマホが接近するからですね。少しでも磁気帯しないようにしてます。ただ、現代社会において腕時計に全く磁気帯させないっていうのは難しいと思います。長年使ってれば必ずと言っていいのかわかんないけど磁気帯すると思います。その磁気帯したスピードマスターを他の腕時計に接近させると、その腕時計に磁気が移るらしいです。他の腕時計が磁気帯するらしいです。腕時計をたくさんお持ちの方って、腕時計をまとめていくつも収納できる収納ケースを持ってる方が結構多いんじゃないかと思います。俺も持ってます。結局は磁気帯したスピードマスターから他の腕時計に磁気が移っちゃうじゃないですか。まとめていろんな腕時計を収納しているとそのリスクがあります。でね、俺の場合スピードマスターを、10本くらい持っていて、昔買ったスピードマスターもあるから、すべてのスピードマスターがマスタークロノメーター認定というわけではありません。だから、マスタークロノメーター認定のスピードマスター専用の収納ボックスを持っていて、そこにマスタークロノメーター認定のスピードマスターをすべて収納してます。なんかさ、マスタークロノメーター、マスタークロノメーターって言ってたら、口が疲れたよ。事前に台本や脚本があるわけじゃないから、うまく説明できたかわからないけど、今日は以上かな。スピードマスターの手巻き式ムーブメントの豆知識と、耐磁性の15000ガウスのマスタークロノメーターの豆知識のお話をさせてもらいました。もしリクエストいただければ他の豆知識もお話しします。オメガのスピードマスターに限らず、ロレックスの豆知識であっても私が知っている限りであればお伝えします。まあロレックスに関してはね、正規店の店員さんが腕時計にあんま詳しくなくて、俺の方が詳しいと思います。例えばさ、GMT マスターが1950年代にパンアメリカン航空から開発依頼をされて誕生したとか、そんなレベルのことから知らない店員さんが多いと思います。それでは、チャンネル登録お願いします。